よっしゃ、行きます。レオリナがかなりね、ちょっと苦しい状態だけど、もうちょっと頑張ってもらおうか。もうワンバトル頑張ってもらう。へいへいへい。こいつらどうだろう、倒したら肉もらえねえかな。あー、魔法も使ってくるんだこいつら。おい、誰か止めろ止めろ止めろ。オッケー、ナイス。バルーいいね。いいよ、バルーちゃんと状況読めてますよ。えいえい。よし、肉、よし、オッケー。ポーション使っとくか。はい、まあしょうがないっちゃしょうがないですよね、肉弾戦メインだったらね、レオリナは。うん、まあ、主人公もそうなんですけど、やっぱどうしてもね、近づいて、うわ、なんかすげえの出てきたね。でっかいコウモリみたいな。どうしても近づいて戦うとね、ダメージ食らっちゃうからな。あ、でもそんなに強くないですね、こいつね。オッケー。よし。うわ、肉。うわ、なんかコウモリの肉って嫌だな。これどっち？あ、こっちが進めないってか、封鎖されてるってことか。オッケーオッケー。わあ、なんかゾンビみたいなの出てきましたけど。ああ、やばい、囲まれてる囲まれてる、助けに行け。ああもう一気にやられた、レオリナ一気に、もう三位一体の格闘術で一気にやられちゃったわ。そこの野郎。さあ、まあしょうがないですよね。はい、こっちはなんもない。いきます。うわー、またこれ5体か。わー、みんなこっち降りてこねえぞ、こっち降りてこねえぞ、誰も。ちょっとちょっとちょっと待って、ちょっと待って、誰も降りてこねえぞ、こっちに降りてこいよ。うわー、主人公が一人奮闘しておる。うわー、誰か止めてくれ。あー、ナイス、一つ止めた。あー、もうくそー、誰か止めろ、バルーン止めろ止めろ。くそー、いいようにやられてる。いいようにやられてるぜ。オッケー、もうワンバトル大丈夫なんじゃない、ダルスあたり。どうかな。さあ、もうとっととね、突破しちゃうよ、ここ。溶岩地帯、聞いてないようだよこれ。もうこの先にあんの、ちょっと待って、溶岩地帯があるなんて一言も聞いてねえぞ。聞いてないよ、ダチョウ倶楽部。うわー、3体連一気に魔法。くそーくそー、ダルス落ちた。あー、やばい。よし。よし、よし。OK。すげえ、なんか今カメハメハみたいなの撃ったんじゃない、レオリナ。はい、よし、行こう。なんか適当に進んでるけど、いいのかな、合ってんのかな。へい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 。毒消しもだいぶ少なくなってきたしな、ちょっとまずいよな。ほら、いいねいいね、バルーね、いいよ、やっぱりとことん距離取ろうとしてる。そういう戦い方をしてくれ、ダルスも。毒消し、さあ、もうね、回復アイテムだいぶなくなってきたよ。早くたどり着きたいな。ちょっと待って、ここさ、特技使っていくか。
エンパル。はい。で、特技が他のやつ使えないんだよね、多分。あ、使えるか。カスパー。はい。で、レオリナ、エスケープはダメだ。止めろー！よいしょ、止めた！止めたぞ。えい、よしよしよし。まあ、魔法使ったら、まあ、ある程度は楽だわな。いやー、ちょっとどう進んでいいかわからんけどね、ダルス。ライガー。重心ライガー。ちょっと待て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 、特技。バルー。パニマム。ちょっとどういう効果あるか。毎日わからないんだけど、聞いてんのかな？どうなんすかね？どうなんすかね？あ、でも動き止まってんのかな？一発殴るまで動き止まってんのかな、これ。すーげえ。レオリナのなんかあの気候派みたいなの？すーげえな。終わったーみたいな。言ってるね。さあ、もう HP ないよ。よし、行こう。このレトロゲーあるあるだけど、ほんとこのアイテムのね、上限がね、ほんとにきついよ。スワプラ、あ、違う、スワ、誰に使うって、なんかバフ系なのかな。エンパル、あれ、あ、そっか、今使ったばっかだもんね。バキム、はい。なんかいきなり近づいてきたけど、ちょっとちょっとはもうちょっと止めろ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 、止められないか。ちょっと、いやー、4体、ちょっと待てちょっと待て、4体。よし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 、オッケー。苦しいぜ、持ちきれない。もうそんなに、もうそんなに持ってたの。ちょっとどんどん使っていこうぜ、これ。何の肉かわからんけど、食っとこうぜ。こっちは、まだ特に使っておこうか。ダルス、スワップラ、ヒール、エンパル。からの、からの、バル、カスパー。どうだ？オッケー。誰だ？お、レオリナさん、レベルアップです。最高。かなり苦しいぞ、かなり苦しいけど、ここ越えればね、街あるって信じてちょっと行こうか。えい、はい、オッケー。すぐ毒なっちゃうね。よいしょ、オッケー。まあでもその分、その分、その分毒消しばらまいてくれてるか、これ。じゃあいいかってならねえよな。じゃあいいかじゃねえっつーの。あ、来たんじゃない？炎のたぎる町、バンドラ。来たね。ちょっと、じゃあ、情報収集、探索しようか。あ、来た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 。これちょっと使おう。巻物。エステラ。カステラみたいな。なんなんだろう？どういう効果あんのかな？いや、これ絶対熱いよね、これ。炎のたぎる町。熱いよ、これ。もう。よし、薬草。薬草は、まあ、何個あっても、ありがたい。日よけのサリー。ちょっと、なに、武器なのかな？日よけのサリー。
装備できる？どうなんでしょうかね。はい、編集入れました。仕事の電話がかかってきましてですね、対応しておりました。はい、特に、ここから動いてはおりません。じゃあここからまた行きます。なんだったっけな、日よけのサリー、これなんなんのかな、アクセサリー的な感じかな。装備はできない。ブルーラピス派を外して、これもできない。いまいち誰装備できるかっていうのがね、わからないんですよね。このレオリナさんはブレスレットって装備してるから、どうかな。あー、ダメか。あー、ちょっと待って待って、交換。誰か装備できると思うんだけどな。ダメだよね。だこれで、あ、違う、これもダメ、これもダメ、ダメか。ダルスは装備できないってことか。いや、よくわからんね。ダメか、ダメなんだ。ちょっとわかんないっすね。日よけだから、これなんかあれなんじゃない、炎耐性みたいなのあったりすんのかな。どうなんですかね。どうなんでしょう。あ、交換じゃねえや、ずっと交換でやってたか。これでダメだ。いまいち何に使うのかがようわからんけども、まあ持っておいて損はないでしょう。はい、一つずつ見てるけど、特に人っていないよね。人がいないよ。誰かいないのかな。炎の指輪、やったな。じゃあちょっと交換がすげえめんどくさい。あ、ダルスそのまま持ってるんだったら、あ、違う違う違う、こうか。よし。ちなみに指輪って他のキャラって装備できんのかな。いや、基本的に魔導士系、魔導士系というか魔法キャラみたいなやつじゃないと装備できないんじゃないかな。あ、やっぱそっか。いや、じゃあこのまま行こう。いや、人がね、一人もいないんですよ。あれ、こっちでやってんのか。ベッドもないしね、ちょっとね、休みたいんだよね。ベッド置いてくれてないな。睡魔の壺、この辺のアイテムもちょっと使っていってもいいよね。結構ね、持ち物欄がだいぶ圧迫されてきたから、せっかくだったら使ってしまいたいところなんだけど、人いないし、ベッドもないね。マジか。街だけど一人もいないよ。この先にいるのかな。ちょっとわからんけど行ってみようか。はい。ルジーバーフムント宮殿。ちょっと難しいね。お、ダンジョン的な感じになってんのかな、これ。うわー、ダンジョンじゃん、これ。マジか。マジかよ、マジかよ、マジかよ、これ。厳しいぞ、かなり。もう結構ね、満身創痍的な感じよ。あー、レオリナさんやられとる、やられとるよ。まあバルはほっといても大丈夫でしょう。あいつ適当にうまく戦うだろうから。オッケーオッケー。うわー、もうそうなるよねー、レオリナさん。
草なるよね、薬草。はい、ちょっと待って、これかなり苦しいぞ。間違って使わないように、ちょっと2個残しとこうか。こっちはなんもない。かなり苦しいっすねこれね。ちょ近づくことができない。うわわわわ、ダルスとレオ、ね、レオリナ助けたいんだけど近づけないな。えい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 、よし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 、オッケー、しびれ止め。こっちは、あ、なんか穴、んこれ落ちても大丈夫なんかな。あ、落ちちゃった。地下、あ、宝箱あるね。なんか道具使おっか、道具。睡魔の壺。どうよ。何の効果があったのか全然わからん。あ、でも、動き止まってんじゃない？あ、動き止まってるわ。一発殴れば、あれか？動き出すのか？そういう感じか。一発殴れば動くんだね。オッケー。もうダルスもね、近づくだけ近づいて何もしないっていう。攻撃しなさいよ。オッケー、しびれ止め。なんか麻痺付与とかしてくんのかな、これだけね、しびれ止め配ってくれるってことは。どうなんすかね。まあよくはわからんけども。あー、オッケー、巻物ありがてー。巻物アクアム、はい、いいね。ちょっと待って、なんか道具使おうか。ドンガメの足、はい、これもちょっとよくわからんぞ。あ、遅い、動き遅くなってる。すげえゆっくり。そっかそっか、そういうことか。オッケー。まあ、特に説明が出てこないからね、あれだよね、実際使ってみて効果を確かめてみないことにはなんともよくわからん。ちょ近づけることができない。よし、オッケー。しびれ止め、よくわからんな、しびれ止めばっかで。ほんとだだっ広いね。なんか他にもどんどん使ってみる。トラベルベルがいっぱいあるけど、ミラーリング、ミラクルミ、ミラクルミってなんだろう。ホーリーオーびっくり、びっくり箱、はい、これまた動き止まってんじゃない。ちょっとわかんねえな、動き止まってて。あー、落ちた。ちょっとよくわかんないですね。動きは止まる。結構何のアイテム使っても動き止まってくれるね。オッケー、しびれ止め。まただ一回ヒールズ使うか。はい、あと一回。さあ、いよいよもってちょっと自利品になってきたよ。人もいないしベッドもない。とにかくベッド見つけたいねこれね。道具、違う、道具、アイテム、ふぬけの粉、沈黙草、ふぬけの粉、睡魔の壺、ふぬけの粉。多分これはなんか防御ダウンとかそういう感じなんじゃない。どうなんでしょう、攻撃力ダウンとか何かしらのデバフ効果がありそうな気もしますけどね。どうなんでしょう、抜けっていうぐらいだからね。あら、えい、オッケー、しびれ止め、ホーリーオーブ、
ちは。うわーくそー、こいつは肉とかも落としてくんねえからさ、ちょっと苦しいっすよ、かなり。あー、ふぬけの粉。肉落ちてくんないよね、かなり苦しい。せめて肉落としてくれたらね、薬草ポーションがね枯渇してもなんとかなるんだけど、かなり苦しいね。まあそれゆえにベッド見つけた時の喜びは半端ないってか。うい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 オッケー、よし、しびれ止め。上のフロアにどうやって行くのこれ。沈黙草チャキーンって出ましたけど、まあ、あの魔導士系の敵が、あの全体攻撃のなんだっけ、あの魔法使えなくなるとか、そんな感じなんじゃないのかなって感じするけどね。ふぬけの粉ってもしかして相手の攻撃力ダウンかな、なんか全然ダメージが違う気がする。どうだろう、ボス戦とかでも使えば効くのかな。だったらちょっとボス戦に備えて残しておきたいっていうのはあるけどね。しびれ止め。階段的なのないぜ。嘘でしょ、嘘でしょ、ないぜ。ホーリーオーブ、ホーリーオーブってちょっとなんかどうなんだろう、強いのかな、どうなんでしょうかね。いや、睡魔の壺。いや、ホーリーってさ、基本的に何のロープレでも強いから絶対ちょっと残しとこうか。弱い、あの数々のロープレやってきましたけど、ホーリーっていう名のつくなんか攻撃とか魔法とかで弱いものがねないよね。出会ったことないですよ、クソ弱いなんかその属性みたいな感じで、ホーリーみたいな、まあないからね。ちょっと残しておこうか。まあもっと、あったあったあった、もっともっとねたくさん手に入ってくるようであるならば、まあね、希少価値っていうのはそんな高くないと判断して使っていこうかな。うん、ういういうい、うい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 、オッケー、よし、持ちきれませんだよねそりゃそうだ。いやー結構きつかったなあ。でもルート的にはこれで合ってんのかなあ。ちょっと待って、どっかにベッドがあると信じて、ちょっと魔法使おうか。エステラ、はい。何がどうなったのかよくわからんけども、うわーちょっとこっち行けねえ。カステラみたいな名前だけど、うい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 、あ落ちた、あ落とすこともできんだ。あでもその場合はなんかあれなのかな、獲物あんまもらえないとかそういう感じ。あちょっと待って、毒なってるし、なっちゃってるよレオリナ、やばいよ。あーこっちからこうつながっ、あ、あった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 、助かったわー、これ助かったー。まあでもあれだよね、アイテム回復アイテム、ん？マジックガン、アイテムの不足は基本的には解消まだされてないから不安っちゃ不安だけど、マジックガン装備できない、マジックベルト外してできない、絹のローブ外して、あできる、オッケーオッケーオッケー、よっしゃー。あとは巻物だね、巻物巻物はもうレオリナ一択だよね。スイボル、
はい、これで今暫定メンバーは全部埋まったんじゃない、多分埋まったよね。えい、くそー、なかなか倒せねえ、ほんとに。お、バルーが珍しく距離を詰めてるぞ。あ、落ちた。面白いね。お化けもあの、ヒューって落ちていくんだね。はい。じゃあ、こっちもベッドあるけど、これ入れない。あ、入れるね。あ、なんだよ、入れんのか。ちょっとまだいいや。もしかしたら後でまた、ここで寝泊まりするかもしれないけど、なんか嫌だよね、こういう知らない場所のベッドとかさ、埃とか被ってそうでなんか嫌だよね。よし、こいつ落とそうぜ、めんどくせえから。ちょっと、ああ、ちょっとそっち行けんねえ。そっち行かしてくれ。えい、ゲイ。えい、落とせ。押せ。よーし、開示みたいな、押せみたいな。押し込むで、あー、ちょっと待って、えい、オッケー。よし。はい、ドンガメの足、オッケーか。あれだよね、動き遅くなるやつ。この辺のアイテムもたくさん使っていかないとダメだよな。えい、よし。まあ、この辺ベッドあるから、ちょっと思いっきり戦ってもいいかも。どうせ落とせもめんどくせえから。ほら。え、仲間も落ちんの？仲間も落ちちゃったよ。え、この場合どうなんの？迎えに行かなきゃダメなのかな？それともこの戦闘が終わると復帰してくれる。よかった。でも HP、うわー、HP 根こそぎ持っていかれんのかい、これ。か、そっか、落ちたら根こそぎ持っていかれるんだ。これは厄介だな。部活に穴の近くでちょっとね、戦えないっすよ。あー、いや、それとも今たまたまレオリナさんダメージ食らって HP 減ってただけかな。どうなんだろうね。えい、わあ、ワンバトルであれだけ減って、ちょっとこれまずいっすよ。ちょっと待って、一回寝よう。ヒールズも一回使っちゃったしね。わあ、そっち行きたくねえな。めんどくさいな。そうだ、お前らそこで攻撃してろ。落とすよ、はい。はい、落としまくり。落とせばいいんだよ、こんなやつら。はい、オッケー。なし。経験値、この場合って経験値はもらえてんのかな？どうなんすかね。あー、もう時間ちょうどいい感じかな。キリいいし、一旦ここで区切るか。ちょっと中途半端なところだけども、はい、とりあえず一旦ここで区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。